どうも、井戸田圭です。2024年夏のコーディネートランキングトップ7、いよいよ夏本番ということで、西日本だけではなく東日本の方まで半袖で過ごす機会が始まったと思います。そんな中、ファッションインフルエンサーとしては10年、アパレルを始めてからは7年、このたった1ヶ月間で100コーデ以上組んできた僕が、投稿の閲覧数の分析結果、今のアパレルの市場のトレンドの推移、さらには僕自身が私服でよく使うコーディネート、この3つの観点から、この7つのコーデ、似た洋服でもいいので覚えていただいて、そのまま真似していただければ間違いなく男性からも受けるし、女性からもモテるコーディネートに絞ってランキング形式にトップ7発表させていただきます。その組んできた100コーデの中から、前半の50コーデくらいの中からのトップ6はこちらの動画で前回紹介させていただきました。今回は後半戦の50コーデの中からトップ7になります。ところで話は変わるんですけど、今日 TikTok で街頭インタビューでおしゃれなカップル2人組にそれぞれ異性の NG コーディネートを聞く動画を僕見たんですよ。そのカップルの方、どちらも僕が見てもね、もう本当におしゃれだなって思うし、こんなに攻めてるファッションなのになんでこんなおしゃれなんだろうって、もう見た瞬間僕思ったんですよね。表参道だったり中目黒に量産しているファッションモンスターなんですけど、そんなファッションモンスターカップルの男性の方は、女性の NG ファッションについて GU を使ってたり、インスタでそのまま真似したんだろうなってコーディネートは僕は嫌いですと答えてました。女性の方は男性の NG ファッションに対して、乳首とか透けてなければ何でもいいですと、似合ってれば何でもいいですと答えてたんですよね。僕はその動画見て、この女性の方本当のおしゃれだなと思いました。では第7位、こちら、 T シャツ×ロールアップデニム。最初なので、どの年代の方、どこの地域に住んでいても必ずおしゃれで、女性からも男性からも受けるコーディネートということで、こちら選ばせていただきました。こんなシンプルなコーディネートなんですけど、なんで僕がねここでわざわざ選んだのかっていうと、白 T 使った夏コーデなんて日本人男性だったら誰でもねこの夏着ると思うんですけど、ポイントは白 T 以外のアイテムをどう合わせているかなんですよね。こちらの白 T コーデご覧ください。これはね、僕が今まで組んできた白 T コーデなんですけど、白い T シャツ使ったら何でもね、それっぽいおしゃれなコーデになるのかっていうと違うんですよね。全部僕の昔のコーディネートなんですけど、それぞれその年のトレンドのパンツとは合わせているんですけど、今年これ着るとね、ちょっと古臭いですよね。そんな中で今日提案するこの7位のコーディネートっていうのは、パンツがトレンド要素満載なんですよ。だからここまでおしゃれに見えるんですよね。白 T と合わせても決まるパンツっていうのは今年何なのかっていうと、3つ紹介させていただきます。1つがウォッシュのかかった加工感のあるちょっと一癖効いているデニムです。デニムだったら何でもいいのかっていうと、ネイビーのデニムだったりとか、こういったパンツだとね古臭いですよね。そして2つ目がカーゴパンツ、そして3つ目がそんなデニムとカーゴパンツを合わせた、そうデニムカーゴパンツです。これはね、僕のブランドからも出してますけど、バレンシアガから GU までほぼ全てのブランドから出ていると言っても過言ではないファッショントレンドアイテム。まあそれはそうですよね。トレンド×トレンド、カーゴパンツ×デニムの合わさったのがデニムカーゴパンツですから、この3点セットが今年絶対外せないファッショントレンドパンツワードなんですけど、今言った3つのパンツは全て T シャツでねコーディネート組んでいるんですけど、あえてこちらのコーディネートを選んだ理由としては、どんな体型万人にでも似合うシルエット、それから女子受けです。シンプルなのにおしゃれに見える、だからね今回7位に選ばさせていただきました。個人的に今日紹介する7つのコーディネートの中で間違いないのはもうこれですね。ここで大事なのがカバンですね。カバン、デカバッグ使ってますね。これがもしリュックサックだったらちょっと古臭くなっちゃうし、サンダルもシャワーサンダルだったりクロックスだったり、サンダルだったら何でもいいわけではなく、今年トレンドの厚底のサンダルを選んでいるのもポイントです。そしてアクセサリーも程よく散りばめる。このコーディネートね、僕の独断と偏見なんですけど、点数をつけるなら減点するポイントがないかなと思います。では第6位がこちら、一気に印象変わって難易度は爆上がりしちゃうんですけど、オールホワイトコーディネートになります。このオールホワイトコーデを着こなすためには2つの条件が必要になってくるんですけど、それは一旦置いておいて、この白いシャツと白いワイドパンツを合わせたオールホワイトコーデがめちゃくちゃ好きで、毎年のようにコーディネート組んでるんですよね。このコーディネートを6位に採用した理由は、まあ、僕の独断と偏見の要素がかなり大きいんですけど、合わせ方は実は簡単、しかもみんな持っているアイテムなのに、こう
うやって合わせるとこんな風にね、オーラを放つことができるんだよっていうコーディネートなんですよね。インナーは白ければ OK、 靴も白か黒で、ブーツでもスニーカーでもサンダルでも何でも合います。ただしこのコーディネートを着こなすための2つの条件あるとさっき言いましたよね。この2つのポイントが理解できると、これからコーディネート組むときにかなり参考になるしレベルアップします。まず1つ目、肌の色、オールホワイト、それからオールブルーだったり明るめの色のワンカラーコーデを組む時っていうのは、肌の色はね、白い方がやっぱ似合うんですよ。僕ね、実は日焼けしやすいタイプなんですよね。一番黒かった時こんな感じだったんですけど、今は基本的に僕オフィスワークですし、日焼け止めをね毎日のように塗っているんで、日焼けしないように心がけているんですけど、基本的にワンカラーコーデは日焼けしていない方、肌が白い方が似合うってことは覚えておいてください。そして2つ目のポイント、大きめのシルエットでございます。タイトにするとね、なかなか難しいんですよ。細身にすればするほど、タイトサイズにすればするほど、どん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 おじさんっぽく見えちゃうんですよね。日本人は華奢な方が多くて、海外のねモデルさんとかだとすごくかっこよく着こなせたりするんですけど、日本人だとね、やっぱねシルエットは大きめにして服を着こなすっていうことがねポイントになってきます。体型に合わない洋服を着ちゃうと、服を着こなすではなく服に着られるっていう事象が起きてしまいます。なのでこの2つ覚えておいてください。逆を言えば、肌白めの方だったら、とりあえず大きめの洋服でねパンツとシャツ合わせていただければ、ただこれだけのコーディネートなのにものすごいオーラを発することができますし、何年も前からね僕ねこれ変わらずにコーディネート毎年組んでいます。このコーディネートもリュックサックをね背負っちゃうとあべこべになっちゃうので、トレンドのカバンを選んでおきましょう。トレンドのカバンは今年だったらデカバッグ、もしくはミニショルダー、ボディーバッグですね。では3つ目のコーディネートです。こちら、柄シャツ×ワイドパンツです。この組み合わせ僕もねたくさん使っているんですけど、特にお気に入りの2枚がこちらなんですよね。柄シャツはもう今年だけではなくずっと前からトレンドですよね。パンツもこれね黒めのワイドパンツっていうことで、特に今年流行ってるアイテムではないんですけど、この組み合わせめちゃくちゃ簡単だし、誰でも持っているアイテムでね組めちゃうと思うので5位にランクインさせていただきました。半袖の柄シャツ、柄さえ間違えなければとにかくおしゃれなので、タックアウトしてもいいし、低身長気味の方はタックインするとスタイルバチボコよく見せることができますね。そんな今年の柄シャツの選び方としてポイントなのが、万人からいいなって思われたかったら白か黒の面積が7割以上の柄シャツを選んでください。バロック柄のちょっとね特殊な柄シャツだったりとか、チョコチェックのね可愛い柄シャツ大好きでリリースしているんですけど、女性受けするっていうポイント、それからどんな人が見てもあなんかいいなっておしゃれだなって思ってもらうには、白か黒の面積が7割以上っていうことだけ覚えておいてください。そういった観点で柄シャツ選ぶとね、柄シャツの間違いない買い物が完成します。そして柄は入っているんですけど、やっぱりシャツそれからスラックスパンツなんで、どちらも綺麗めのアイテムですよね。パンツだったりカバンでレザーのような綺麗めなアイテムをね差し込んであげるとすごい綺麗にまとまります。逆にねスニーカーだったりとかリュックサック、それからデカバッグとかだと喧嘩しちゃうんですよね。これはなんでかっていうと、実はシャツではあるんですけど、柄シャツっていうのは綺麗めなアイテムではなくカジュアルなアイテムなんですよ。カジュアル度がもうとにかく100ぐらいに近いのが柄シャツなんですよね。だからパンツは実はこれデニムパンツでも何でもいいんですけど、柄シャツを選んだ時には小物は綺麗めによらないと子供っぽかったりとかおじさんっぽかったりあべこべなコーディネートになってしまいます。柄シャツ選ぶ時はここ押さえておいてください。では第4位こちらです。一気にシンプルに見えて万人受けコーデに見えるんですけども、よく見ると結構ギミック効いてます。黒い半袖シャツ×デニムカーゴパンツでございます。これはね簡単です。トップス大体何でも OK なんですよ。ポイントなのがデニムカーゴパンツです。デニムカーゴパンツっていう最強トレンドチートアイテムがあるおかげでトップス何でも良くなってるんですよね。デニムカーゴパンツに合わせた夏コーデってもうこんなに出しているんですけど、もう何でも相性合っちゃうんですよ。ただそんなデニムカーゴパンツを合わせた無数のコーディネートの中から、しかもシャツを合わせているコーディネートもたくさんある中から、あえてこちらを選んだ理由は、デートで使うんだったらこのデニムカーゴパンツに何合わせるかなっていうところで選ばせていただきました。もちろん T シャツで合わせてもねシンプルに決まるんですけども、デニムカーゴパンツって特に遊びの効いているパンツなので、黒いシャツでキリッと綺麗めにねまとめることによってバランスを測りました。この黒いシャツってところで、ね、男らしさというか男のセクシーさをね演出しております。女子受けってことだったり受けを狙わなければこういった柄シャツでもいいんですけど、このシャツにデニムカーゴ合わせちゃうとね、デートには向いてないですよね。
このコーデタックインしててスタイルよく見えますよね。上下ともにダボダボのアイテム使っているんで、もしスタイルにコンプレックスがある方はぜひね、タックインして足長効果、そしてくびれを作ってあげるといいんじゃないかなと思います。では3位がこちら。これ僕自身実はあんまり好きじゃないんですけど、なぜかウェアだったりとかいろんなね SNS の伸び反響は高いんですよね。このチャンネル見てくださってる方、結構アドラーのようなエッジの効いたファッション好きな方多いと思うんですけど、万人受けを狙うとね、まあ、こうなってしまうという現実をこの3位という数字で体現しました。よく見てほしいのが、よくありがちなワイドのクロスラックスを履いているわけではなく、カーゴパンツを使ってますよね。しかもテック系のカーゴパンツ、今年トレンドのカーゴパンツを使いつつスニーカーで抜け感を出しています。カーゴパンツの紐とかね、僕が私服で着るんだったら縛っちゃうんですけど、そうするとストリートチックなコーディネートにもなりますよね。想像つくと思います。シンプルなコーディネートでも、とにかくトレンドアイテムを使うっていうところが夏コーディネートのシンプルだけど、あ、おしゃれだなって思ってもらうポイントです。これなんかね、万人受けっていう、まあ、数値的なところからのね実績を考えると、デートには今回紹介する中でも特にワンツーね、おすすめのコーディネートになります。では第2位がこちら。アドラー新作の柄シャツを使いつつトレンドのワイドデニムを合わせたコーディネートです。これシンプルなんですけどね、ものすごい色の相性がマッチしているんですよ。柄シャツを使ったデニムを使ったコーディネートなんてね、もう様々用意してますよ。その中からわざわざ2位に選んだ理由はこの色の使い方です。これもね大事なファッションポイントなんですけど、コーディネート組む時ってのは色の使い方でねレベルが決まります。もちろんこれワントーンでね、白白白でも黒黒黒でもよかったんですよ。ただ夏のコーディネートっていうのは肌の面積が広い分、洋服の面積っていうのは小さいですよね。ポイントは白黒プラス一色でございます。この一色は青でも赤でも黄色でも何でもいいんですけど、夏におすすめの色がやっぱりブルーなんですよね。夏はやっぱり爽やかなブルーがおしゃれに見えちゃうんですよ。赤のね柄を使ったシャツもね作ってますよ。もちろん作っているんですけども、万人からこれいいなぁ、なんか素敵だなって思わせたかったら黒白プラス青、ここがおすすめです。そしてそのプラス一色の面積、そう、青とか赤とか黄色の面積っていうのはコーディネートのもうほんと1割とかに抑えておくといいんですよ。これ覚えておいてください。めちゃくちゃに万人受けするモテるコーディネートになるのは間違いないです。では第1位、ぶっちゃけね一番シンプルです。一番シンプルなんだけど、わざわざこれを選んだ理由っていうのがまああるんで、ちょっと見てください。これはい、わかりますか？このまとまり方でございます。ファッションっていうのはある種コース料理と一緒で、例えば和食懐石の中でデザートだけプリンだったらダメなんですよね。逆にフレンチのコースなのに炭水化物は白いご飯を用意されてもね、これはあべこべ。ファッションでも全く同じで、源氏さんも言ってますけど、中和する、そう、バランスを取る、まとまりを持たせる、この全身のコーディネートを一つの献立として見なければならないんですよね。こいつめちゃくちゃ料理うまいな、おしゃれだなとかって思われたかったら、和食フレンチみたいにね、まあ、難しいコース料理出してもいいんですけど、そんなのはね僕でも難しいです。手っ取り早いのはもう和食だったらもう和食で貫く。蕎麦屋さんで美味しかったな、満足する思い出っていうのは蕎麦に対してお茶をセット、もうこのルール、もしくは蕎麦に対してカツ丼っていうね、もうこういったもうルールっていうのがあるじゃないですか。そういったこの簡単なルールをね皆さんにねちょっと伝えたくて今日の動画話しているんですけど、このコーディネートがなんでこんなシンプルなのにおしゃれに決まっているのかっていうと、まずはトレンドアイテムを使っているっていうこと。トレンドのビッグティーに対してトレンドのエッジの効いたねケミカルウォッシュのかかったデニム、それからデカバッグで厚底のサンダル、アイテムっていうのはトレンドアイテムを使っていますと。そして2つ目にカラー、全部黒を使っててまとまりがありますよね。そして3つ目、ダボダボのアイテムとダボダボのアイテムを合わせているからこそタックインしてスタイルをよく見せているっていうバランスが取れています。このシルエットっていうのは H シルエットといってね、上も下もでかいでかいっていう、そういったファッションのシルエットになるんですけど、トレンド、色の使い方、それからシルエット、この3つが合わさると GU で組んだコーディネートもおしゃれになるし、古着屋さんで300円とかで買ってきたアイテム同士を合わせてもおしゃれになるし、体型もスマートでもぽっちゃりさんでもおしゃれに見せることができるし、男性が着てても女性が着ててもおしゃれなんですよね。最後のこの第1位のコーディネート、万人受け、女子受け、それから同性受けっていうことを全て含めた上で素晴らしくね的を得たコーディネートになっていると思います。ぜひ僕のこと嫌いな方も好きな方もどうでもいい
言い方も真似してみてください。このコーディネートは沼、ハマっちゃいます。ということで7つのコーディネートを紹介させていただきました。今回コーディネートに使ったアイテムは全て概要欄にリンク貼っておきます。サンダルだけはまだ未発売のアイテムになるんですけど、それ以外全てのアイテムが今日発売されたばかりのアイテムになります。もちろんアドラーのアイテムだったらね、簡単に真似できちゃうと思うんですけど、そうじゃなくても GU とかのアイテムでもね、似たようなコーディネート組んでもらって参考にでもなってくれれば本当に嬉しいです。何度も言うんですけど、アドラーを買ってくれることだけが僕とって嬉しいことではなく、もう動画見てくださってるだけで本当にね、マジでありがたいんですよ。大事な閲覧数1、この動画最後まで見てくださったあなたの場合はもう10分20分っていう時間をこの動画に対して使ってくれてるわけじゃないですか。本当にありがたいことだと思います。ありがとうございます。ではまた次の動画で。ありがとうございました。